公営ベリタス中学校、皆さん入学できるように今から適性検査の説明をしていきたいと思います。国語担当の松本と申します。よろしくお願いいたします。それでは適性型入試の解説です。国語の適性検査は A の文章、B の文章と2つの文章が用意されています。共通するテーマを、考えていき、解いていくという形式になります。設問の方法は、2種類あります。記述型、2から4題。論述型1題、自分の意見を述べるということです。それでは記述型について説明をしていきます。まず A の文章、植物に関してなんですけれども、ホテイアオイというホテイ様、お腹がふっくらしたホテイ様ですね、に似たようなふっくらとした植物の水草ですね、その話、内容はですね、ホテイアオイは金魚鉢や水槽の中ではそれほど大きくならない。それに対して池や沼、湖の中ですと旺盛に繁殖するという性質を持っています。異なる成長を見せる理由だとか、ホテイアオイの持つ性質について書かれた文章です。それに対して B の文章は、皆さんご存知のアンパンマンについての話です。アンパンマン誕生は戦時中の空腹体験からできた話ということなんですね。戦時中の環境、アンパンマンに込められた願い、現代の環境まで多種多様な話が載っています。それでは、問1、記述型の説明をいたします。金魚鉢や水槽の中と川や池や湖とではどのような違いがあるというのですか、読み取ったことを80字以内で書きなさいということです。まず気をつけていかなければならないのは、問題をよく読むということです。違い、読み取ったこと、そして80字以内。こちらの問題を解いた上で、きちんと問題に沿った答えを出さなければいけないということですね。内容を見ていきましょう。金魚鉢や水槽の中ではホテイアオイは小さいままなんですけれども、川や池や湖ですと旺盛な繁殖力を発揮します。そうなると、違いを比べていきましょう。金魚鉢や水槽の中にはホテイアオイが成長するための養分が少ないから小さいんですね。それに対して多くの養分が含まれる、川や池や湖には旺盛な繁殖力を発揮ということになります。ここですね。こういったことを対比というふうに言います。対比の関係を利用した回答方法の方法は、A は何々であるが、B は何々であるというふうに文をつなげます。解答例です。このように、何々だが、何々であるというところで、対比を利用した回答方法があります。そして最後、違いと説明を付け加えることを忘れないようにしましょう。では、問2のタイプ、記述型ですね。今度は、ホテイアオイが持っている力を読み取り、35字以内で説明をします。まず、ホテイアオイが、書かれている文章の中で、与えられた環境の中で文相応の生き方をしている。逆境であっても、その中で生き抜く。同じような言葉が繰り返されている。それは重要ということです。
回答例です。どんな逆境であっても与えられた環境の中で分相応に生き抜くという力、持っている力というですので、力というふうに終わります。きちんと、文字数に合った、回答を。さて、記述型の、問い方、また問題ですね。一つの生き方が示されていますということですね。布袋葵でも、生き方というのがあったんですけれども、アンパンマンの話を通して、一つの生き方が示されています。30字以内で説明をしなさいということです。アンパンマンは決して敵を殺しません。悪役バイキンマンを遠くに飛ばすだけで、自分と反対の考えの人や嫌な相手とも何とかして一緒に生きていく。ここが重要です。回答例です。自分と合わない人であっても一緒に生きていくという考え、という生き方ということで、キーワードをうまく使い、30字以内でまとめることが大事です。さて、論述型、こちらの方はですね、A の文章と B の文章を読んで、厳しい環境や状況があったと思いますが、その中で生きていくためにはどのような力が必要だとあなたは考えますか、という文章になります。それを400字程度で書くということです。条件の確認をしていきます。まず A と B の文章で示されている考え方以外で自分のオリジナルを出していただきたいと思います。自分の考えをまとめるということですね。その場合理由を含めてください。ちなみに A の考え方は与えられた環境の中で分相応に生き抜くということでした。 B の考え方は自分と合わない人とも何とかして一緒に生きていくという考え方です。理由を含めるときに、だから何々な力が必要だと考えるという形で書いていくと、きれいに文章を作ることができます。そしてなるべく具体的に書きましょう。回答を考える上でのポイントです。厳しい環境や状況をまず設定しましょう。周りの人と何々な関係な時、逆境を生き抜くための力を具体的に挙げます。どんな力が必要だということですね。そして、どんな力が必要とする根拠ですね。どんな力があることで何々と状況を改善できる、何々を使って何々することで何とかが生まれる、何々があると何々を解決できるなど、きちんと根拠を述べた文章にしましょう。順番を変えても構いません。何々する力が必要だ、そして周りの人と関係が何々な時というふうに考えても構いません。ここで実際も私が何かを体験した、経験した具体例を加えると説得力が増しますので、これに注意をして、していきましょう。400字程度でまとめるということなんですけれども、皆さんが普段考えていることを前向きに、どんなことを考えているのかなといったことを知りたいなというふうに思っています。これで、国語の適性検査の解説を終わりたいと思います。合格がたくさん出ますように祈っております。はい。それでは次に採点基準について説明したいと思います。記述型、正確に文章内容を理解しているか、設問の意図を把握しているか、的確な回答内容であるか、字数等の制限を守っているか、論述型です。共通のテーマを踏まえているか、字数等の制限を守っているか、問題の指示に従っているか、適切な具体例を示しているか、自己の経験に照らし合わせた自分の考えや意見を述べているか、意見や考えを導く根拠が示されているか、適切な文章表現か、論理的な文章展開か、
といったことを見て、判断判定をしています。皆さんが、正確な文章、そして、相手に伝わるような分かりやすい文章を書いてもらえることを、期待しております。たくさん合格が出ますように、祈っております。頑張ってください。以上で適性検査の説明を終わりたいと思います。